今回は広島県のサッカー強豪校広島南高校のトレーニング取材にやってきました。第101回全国高校サッカー選手権への意気込みとか選手権にかける思い、あとは主力選手が履いているスパイクについてもいろいろとお話を伺っていきたいと思います。広島南高校の新中優太です。ポジションはディフェンダーです。本日はよろしくお願いします。全国大会への進出決まってからチームの雰囲気とかいかがですか？どうですか？やっぱり初戦が青森山っていう全国でも凶暴なチームなんで、今までしてきた練習じゃ全然足りないので、もう一段階レベルの上がった練習だったりチームで雰囲気を高めてて日々練習に取り組んでいってます。で、あとやっぱ僕的には選手権で何のスパイク履くのかなっていうのがちょっと個人的に気になってるんですけど、今現在は選手権でこのスパイクで行こうかなみたいな考えてるやつとかって何かあったりします？自分はアシックスの DS ライトの X フライプロのを履かしてもらおうと思ってます。おー、あの白金のやつですか？そうです。おー、なるほど。あの X フライプロにしようと思った決め手とかって何かあったりしますか？X ライプロの取り替えを履かしてもらおうと思って、はい、全国は天然芝なのでやっぱディフェンスに必要な切り返しの部分だったり、はい、スプリントの部分で裏のポイントが引っかかるようになっているので、すごいそこがいいなと思ったので履かせてもらってます。詳しいですね、はい、なるほど。今回ちょっとそのなんかちょうどいいタイミングでホワイトとゴールドのカラーリング出たと思うんですけど、これ最初見た時の印象とかどうでした？やっぱ自分普段派手なスパイクだったり、はい、カラーを選ばないので、ーゴールドをちょっと見た時にすごい履いてみたいなって思いました。じゃあこれ履いて選手権で優勝を目指そうかなみたいなちょっと気持ちも高まってくるっていう感じですかね。はい、あとじゃあ選手権で俺のこういうプレーを見てほしいみたいな何かプレーとかっていうのがあったりしますか？自分の得意なプレーが体を張った熱いプレーなので、どんどんゴール前で体を投げ出してでもボールに食らいついていってチームに勢いを与えていきたいなって思ってます。広島南高校ディフェンダー5番島田翔馬です。本日はよろしくお願いします。お願いします。今のチームの雰囲気というか、状態ってどうですか？やっぱり初戦が青森山田というところなので、やっぱり2年前も初戦が青森山田なので、はい、やっぱり2年前の借りを返すというのもあって、コーチ選手含めて全員が士気高くやれていると思います。選手権で俺のこういうプレーを見てほしいみたいなところとかって何かあったりしますか？自分はフィジカルが持ち味のプレイヤーなので、やっぱり青森山田もフィジカルが全員すごいと思うんですけど、はい、まあ、そのフィジカルを特徴としているチームに対して自分のフィジカルがどう通用していくのかっていうのを見てほしいなというふうに思います。いや、そこじゃあぜひちょっと注目して見させていただきます。で、僕ちょっとスパイクマイスターとしてちょっと活動させていただいてまして、あの選手権に出場する選手が何のスパイク履くのかって毎回こうチェックしてるんですけど、はい、今現在選手権でこのスパイクで行こうかなとかって考えてるやつって何かあったりしますか？今履いてるこの X フライプロ、あ、はい、ちょっとこれ履こうと思ってます。これはやっぱ普段から結構履いてますか、それともこの選手権に向けてみたいな感じですか？前まで夏ぐらいまではこれの水色のバージョンを履いてたんです、はい、最初のカラーです。ああ、最初のやつですね。実際履いててこの軽さだったりとかフィット感だったり、まあ、いろんないいところだと思うんですけど、 X フライプロのここが自分的に結構気に入ってるなっていうところとかってはどういったところになりますか？まあ、軽さはもちろんのことなんですけど、やっぱりポイントが引っかかりがとても良くて、はい、やっぱり自分も今ウイングバックしてるんですけど、はい、そういう切り返しとかスプリントのとこが重要になってくるので、はい、そこのポイントの引っかかりっていう部分がとても気に入ってます。広島南高校ミッドフィルダー藤井斗亜です。お願いします。お願いします。藤井君、今日あの練習見させてもらいまして、はい、非常にいい動きしてたなっていう印象あったんですけど、はい、選手権に向けてチームの雰囲気とかいかがですか？選手権に向けては結構みんな意識も高まっていて、やる気というか倒すぞっていう制覇するぞっていう気持ちもみんな高まっていて、はい、熱くなってます。おお、じゃあチームの雰囲気 もう徐々にこう盛り上がってるといいますか、はい、そういう感じで、選手権でどういったスパイクを履くのかなというところを僕個人的に注目してまして、はい、今現在選手権でこのスパイクで行こうかなと思ってるスパイクって何ですか？ナイキの、はい、マーキュリアルのエア、あの、おお、あれでじゃあ本番ちょっと行こうかなみたいな、はい、普段もじゃあマーキュリアル主に履かれてるんですか？はい、履いてます。あ、そういうことなんですね。普段こうスパイクを選ぶときにこう自分的にこだわるなみたいなポイントとかって何かあったりしますか？まあ、軽さを重視するんですけど、はい、
プーマのもう軽いと思うんですけど、はい、自分はあれ軽すぎて足が痛くなってかかとが痛くなっちゃうんで。ああそういうことですね、はい、なんで、うんうん、ナイキの、はい、まあ、マーキュリアル軽さっていうか、はい、スピードに変えれるっていうか、まあ、はい、そんな感じなんで。おじゃあやっぱりその軽すぎるのは個人的にはちょっと、はい、個人的にはあんまり、まあ、適度な軽さとあとはちょっとスピード系のスパイクが好みっていうところですかね。はい、はい、そうです。ありがとうございます。選手権の意気込みをお願いできますか。はい、選手権では自分の武器を最大に生かして、まあ、特に自分の武器はスピードなのでスピードを生かしたプレーをどんどん見せていこうかなと思います。ありがとうございます。広島南高校フォワード藤井颯です。よろしくお願いします。今日はちょっと怪我ってことで、はい、選手権には間に合いそうですか。あ、間に合います。あ、よかったです。はい、選手権楽しみですか。今の心境いかがですか。まあ、初戦が青森山田っていうこともあって、はい、まあ、緊張もあるんですけど、うん、楽しみの方が強いです。おで今現在着用されているスパイクっていうのは何になりますか。アシックスの X フライプロ、はい、プロ、はい、あの県予選の時とかは、まあ、他のメーカーのカングレーザーのスパイク履かれたと思うんですけど、選手権はどっちでもうアシックスで行く感じですか。行くつもりです。はい、アシックスで行きます。おそこの決め手とかって何かあったんですかね。とても軽いので、はい、動きやすいっていうのが決め手です。軽さと動きやすさってところですね。はい、あとやっぱりそのフィット感だったり足なじみの良さっていうところもポイントだと思うんですけど、そこら辺はいかがですか。すぐに馴染んで、うん、とても履きやすかったです。お選手権の意気込みをお願いできますか。初戦の青森山田相手にビビることなく全力を出し切ります。広島南高校の1年の、桑田達也です。よろしくお願いします。します。激坂の YouTube とかって見られたりとかします。あ、たまに見ます。あ、たまにですか。あ、はい、ありがとうございます。すいません。なんかあのこの企画好きだなみたいな何かあったりしますか。やっぱあのスパイクについてやばい喋ってるやつですね。はい、あ、すいません、なんかちょっと気を使っていただいてありがとうございます。はい、今現在履いてるスパイクがそちらのディサイト X フライ4ですか。はい、うん、でも今日練習見させていただいたところ、チームメイトの X フライプロの方を履いてる選手がなんか多いなっていう印象だったんですけど、はいはい、X フライ4気に入ってるポイントとかって何かありますか。個人的にやっぱプロと違って、はい、かかとの締まり具合というか。あ、やっぱそこなんですね。そこがいいかなと思って。プロじゃなくてやっぱこっちの方が蹴りやすさとかボールのインパクトの時の感じとかがこっちの方がいいかなって思います。いつもスパイク選ぶ時にここだけはこだわるみたいな自分なりの重視ポイントというか、うん、重要視するポイントとかって何かあったりしますか。やっぱアシックスは基本結構履いてていいんで、はい、うん、アシックスっていうのと、はい、あと DS ライトのこのかかとの感じとかかかとの感じが気に入ってるんで、あ、やっぱそこが自分的には結構気に入ってるポイントってとこですね。はい、ありがとうございます。選手権優勝するぞ。おー